する。人の感情とは時と不要なものだ。別に我の中で不要なものまで拾ってきてしまったらしい。我の同等の力を持ってた理由は今まで戦うためではなかったはずだ。リンは自分の意志で遂行したい目的があった。私には理解できなかった。なぜそこまで駆り立てられるのか。彼女がやろうとしたことは良くないことだけど、その彼女を羨ましく思った。彼女はあなたの人形じゃない。人としての意思を持って私自身が私を決める。Thank you.
Thank you.
性格は似ても似つかない感じだと見た目だけは無理。さてちょっと行こうか。僕も本気で行くよ。倫理の決断自身を見つめられる。倫理を倒すことができる。どういうこと？君の生まれた時、僕は倫理として死んだと思っていた。
私の糧になりなさい。よく来た。こうやって対等に話しかけられることはついぞなかったな。あなたが私を産んだ人？そういうかは我以外の認識次第だが、そうだ、今はもうこんな形でしかお前に干渉できないがな。フェイのこと、ディのこと、ルクスのこと、あなたのせいとは言わないけど、とても苦しんでいたわ。なぜあなたはフェイを許さなかったの？許してやりたかったが、Dを打ち倒すという目的を達さなかったことが問題だった。 Dは危険だった。人間の成長を注視するという目的の中で、知性と力を自己の欲求にのみにしか使わなかった。そんな Dが唯一心を許した人間がいたが、それもまた消えた。そして不干渉をも破り、人間を手にかけた。 D に対処するには我の力は強すぎた。世界に影響を与えすぎる。だからこそフェイを生み出して使わせた。フェイが失敗すれば他の存在を作り出さねばならなかった。フェイを許せば半身を失った我が出向くしかない。それも避けたかった。フェイがなぜ D を見逃したのか我にはわからぬが、そう、フェイは消えたわ。今は私の中にいる。知っている。お前が我の力とフェイの力をすべてまとめ上げたことで今この場ができているからな。私はあなたに聞きたかったことがあったわ。きっとフェイも同じことを聞いたかもしれない。私はなぜ生まれたのって。それはでも気づいた。あなたは答えられないって。私は生まれた理由じゃなくて生きてる意味を求めてるってこと。あなたもフェイも今は私の一部だから、私たちがいる意味を私自身で答えを出したい。あなたの気持ちを考えてないのは謝る。でも私自身が納得するために必要なの。いや、構わぬ。じきに我の意識もなくなるだろうが、お前の中で我の意味は存在し続ける。願わくば
我の使命も引き継いでくれると嬉しいが、もう世界なんて勝手に動いてた。必要ないと思う。そうか、そうかもしれんな。フェイ、最後だ。何？我の、いや、私の名前を覚えていてくれ。私の名前はレア。使命を全うすると決めた時に捨てた名前だ。わかった、レア。決して忘れない。感謝するよ。どういたしまして。私の名前は